歌舞伎俳優の市川團十郎白猿さんが2023年6月8日自身の SNS を更新。帰宅すると大騒ぎになっていた理由を明かした。この日團十郎さんは帰りますと報告し、出かける時の私と車内での自撮りショットを公開。今夜はおでんと堪能したおでんの写真も公開し、美味しかったと満足そうに綴った。続けて、帰宅したら大騒ぎにというタイトルでブログを更新し、その原因は何者と帰宅後に発見したという虫の写真を公開。私のお役目ですねと述べ、すまんが切ると綴り、ブログを締めくくった。この投稿に読者からは、怖い、見たことない、変わった虫ですね、びっくりしますよね、などのコメントが多数寄せられている。